3月19日土曜日、 JR 大阪環状線野田駅に向かっています。今日は野田駅の近くにあるえなり公園に行ってみます。野田といえば野田富士が有名ですが、えなり公園には立派な梅の木があります。この梅は豊後梅といって、梅と杏子の交雑種、大分県が原産地の大きな実がなる梅です。でも3月半ば過ぎやし、もう花散ったかな。えなり公園は野田駅の北、徒歩5分ぐらいです。この辺りに区役所や警察署、区民センターが固まっています。大阪市福島区えなり公園です。桜ももうすぐやな。公園の西側に区民センターや警察署、広い車道を挟んで北側に区役所があります。東と南は昔からの住宅地、道路も入り組んでいてちょっと分かりにくいかも。大分県から送られた豊後梅です。花はもう終わってますけど、どっしりして風格が感じられるな。足元が花壇になっていますね。野田富士のトンネル、花が咲くのはもう少し先ですね。複合遊具です。
砂場です。バケット型ブランコ、アーチ型の運転、塗装がちょっと渋いな。ブランコ、小さい子向けの滑り台、八角形のパーゴラ、トイレです。水道、パーゴラの円形ベンチでいただきます。豊富な種類の公園樹が訪れる人の目を楽しませてくれます。季節は巡り、桜、そして野田藤ももうすぐです。公園で食べるコンビニ飯のシリーズ、セブンイレブンのフランクフルト第3弾。フランクフルトと高千穂牧場のカフェオレ。そして今回のゲストはホットドッグ用のマスタードです。まずは付属のケチャップ&マスタード。そしてマスタード追加お願いします。かけすぎた？ビジュアルやばいな。まずはカフェオレを一口。安定の甘さです。続いてフランクフルト、まあ想像通りの味ですな。当然やけどマスタードの味しかせえへんわな。カフェオレがほんと美味しい。このマスタードは辛味というより酸味が強い気がするな。なんか外したっぽい。まあでもカフェオレがうまかったから
結果オーライですかね。